皆さんこんにちは、小林翔です。今日のテーマ何でしょうか。はい、小林さん、ヤフーニュースで非常に興味深いコラムがありました。資格を取ったら稼げるという発想は捨てるべき。税理士でさえ年収300万と1000万オーバーの人がいる現実。個別指導塾キャストダイス小林塾長の記事ですが、よろしいでしょうか。僕の記事でございますね。はい、宣伝ばっかで申し訳ないんですけども、こちらの最高の職業と進路が見つかるガイドブック、まあ、こちら大変ご好評いただいておりまして、もうね、すり数的にも1万部を超えておりまして、ありがたいことに売れている山内先生との強調なんですが、この中の本の一部が記事になったよということで紹介できるようになりましたので、まあ、紹介したいと思います。まあ、まだねこちらの本お手元にないよって方はぜひね Amazon とかでも買えますし、まあ、全国の書店に並んでおりますので、ぜひね、お手に取っていただければ幸いです。はい、まあ、ちょっと記事をね読んでいきましょう。まあ、自分の記事なので自分のあれにちょっとアレンジしながらやりますね。高校生から資格や免許を持っていれば稼ぎますかと聞かれることがあります。まあ、たまにね僕もね面談であるんですよね。やっぱ先生弁護士持ってればお金持ちになりますかみたいな、まあ安直なんだけど、でもすごい高校生とか中学生の意見としては分かるというか、ね、先生やっぱ医学部行けばお金持ちになれるんですよねみたいな、いやーまあそれは普通の人よりにしたがいいけどみたいな、まあ、あるもののですよ。実際ねこの生徒さんも資格があれば稼げると信じてるわけではないと僕も思うんです。やっぱりね今の若い方って結構現実的でいろいろ見てて、ネットでも、まあ、それこそスマホで調べられますから、まあ、そんな甘くないっていうのはご存知なんですよね。ただちょっとこうなんていうかな、望みをかけてというか聞いてくるって感じなんですけどね。じゃあなんでねそんな分かっているのに質問してくるのかというと、資格を持っていればなんとかなるんじゃないかというね、まあ、一縷の望みをかけて聞いてくるんだということなんですが、実際まず回答としてはね、資格免許によって稼ぎが変わるよってことです。はい、まあ、さっきも出てきた医師は稼ぎが良いイメージがあり、実際まあ平均年収は1000万超えてます。はい、実際この本の中ではその医師の平均年収に関して具体的に書いてます。ただまあ統計上、まあ、1000、確か400とかあったかなってなるんですけど、実際はもうちょっとあるよねみたいなところもまあ突っ込んで書いてるので、まあ、ぜひねそれ気になる方は本読んでみてください。で一方同じく国家資格とかあと免許が必要な職業でも、例えばね僕も利用させていただくことありますけれども、タクシードライバーさんね、これも免許が必要なんですね。いわゆる普通のね僕らが運転する免許とは違って、まあ、二種免許っていう、まあ、めちゃくちゃ難しいものではないんですけれども、一応免許が必要になっています。でタクシードライバーの方の平均年収はだいたい300万円、まあちょっと統計によっても変わるんですけども、300万円台ぐらいのいうふうに言われてます。なのでお医者さんと比べても、まあ、3分の1、まあ、下手したらまあ4、5分の1ぐらいっていう状況なんですよね。でこれだけ差が出るのにはやっぱ様々な理由があります。やっぱり一つはその職業とか業界の稼ぎる度合いがあるものの、さらにもう一個言えばやっぱその資格を取るための大変さ、つまり参入障壁っていうのがあるということなんですよね。でやっぱりね医師免許を取る方が大変、まあ、これはもう言うまでもないし、もうどこかで言いませんけど、医学部受験して、まあ、いろいろ試験通ってね最終的には研修までやんなきゃいけないわけですからね。まあ、ですので、まあ、当然その、ね、稼ぎもその分いいってことになるということと、回答2つ目で言うとここ大事なんですよね。同じ資格とか同じ免許でも稼げる人と稼げない人がいるということです。はい、もちろんお金を目的にしろというふうに言ってるわけでは僕はないです。ただ生徒さんはやっぱりお金で質問されているので、それをねこうごまかして回答するのは僕は真摯じゃないと思ってしまうんですよ。なのでここ大事なポイントで、じゃあ実際同じ資格でも稼げる人と稼げない人の例として、まあ、ちょっと前ニュースで結構上がっていたのが稼げない弁護士が増えているという話なんですよね。でこれはある程度、まあ、事実がかどうかでいうと、まあ、一部事実だと思います。ただ、まあ、この理由としては弁護士の数が増えたというふうに言われますけれども、実際弁護士とか税理士にもすごく差が出ているというのは正直あると思いますね。では、資格は、まあ、その職業に就くための、まあ、スタートラインと記事にもありましたが、まあ、そこから先はご自身の努力や工夫が重要だということだと思うんですが、実際の今おっしゃられた稼げる人と稼げない人の差は専門知識以外ではどういった要素が小林さん重要だと考えられてますか。まあ、そうですね、正直弁護士とか、まあ、他の職業なんでもそうだけど弁護士とか税理士はあくまでその独占業務ができるためのまあ、チケットというか免許を持っているだけに過ぎないんですよね。なので普通のビジネスと同じですよね。稼げるサラリーマンと稼げないサラリーマン何が違いますかとか、稼げる起業家と稼げない起業家何が違いますか、まあ、無限にいろんな観点があると思うんですけども、それと僕は全く同じだと思ってるんですよね。やっぱり例えば僕の周りでも、まあ、記事にも書いてありますけど、まあ、税理士持ってる友達がいます。まあ、同じように公認会計士持ってる友達もいます。じゃあ稼いでると稼いでない人、まあ、正直収入で言ったら多分10倍とかもっと違うかもしれません。じゃあなんでそんだけ違うのかっていうと、やっぱ稼いでる人っていうのは結局自分で独立をして自分の会社にして、そこで例えばこう、まあ、顧問業をやったりとか、
まあ、いろいろ税理士業務をやったりとかして、まあ、いわゆるこうもう起業ですよねそれって、うん、確かにやってることは税理士ですけど起業ですよね。一方で、まあ、そんなにだなっていう方とかっていうのはやっぱり普通に会社に入る、まあ、会社とかまあ税理士事務所に入る。でその税理士事務所も会社と一緒で、まあ、収入が高いところからそんなに高くないところまであるので、まあ、その高くないところに入るとなると、まあ、それは、ね、格差は同じ資格だけどつくよねっていうのは当然のことで、うん、弁護士も同じだと思います。やっぱりこうかなり待遇のいいところに入って、まあ、バリバリでやっていく方もいれば、まあ、それなりって方もいて、もちろんその稼げばいいって問題じゃないんで、そのやっぱライフワークバランスとか、まあ、その自分がどれぐらい働きたいか稼ぎたいかもあるので、別に稼いでない方がダメだとは僕は1ミリも思わないです、はい、ただ稼ぎの違いは当然あるし、うん、何が差なのって言われるとやっぱいろんな面で差がある。そもそもどこかの組織に所属するのであれば、そこのそれぞれの組織の待遇っていうのも違いますし、当然例えば独立するってなったら、まあ、成功する人から失敗する人までいらっしゃるわけだから、まあ、当然違いもあるよねっていう、まあ、まあ普通のことなんですよね、うん、ただ高校生とかのイメージだと例えば弁護士税理士っていうともう一本道しか見えてないんで、うん、ほぼみんな同じような収入なんじゃないかってこう期待しちゃうので、まあ、そうではないよっていうのが、まあ、一つ言えることなのかなと思います。ただ実際にこの幅の問題だと僕思うんですよ、うん、確かに稼げる人と稼げない人はいるものの、その分散度合いでいうと、うん、やっぱり資格を持っている仕事の方が分散が弱いというか、そのある程度こう固まってくれるっていうのだと思うんですよね、うん、それこそ普通に例えば一番分散するのって僕、まあ、これ言い方悪いけれども中卒だと思うんですよ、うん、中卒の人ってめっちゃもちろん資産家もいれば、まあ、正直もう一生まあ非正規で働かざるを得ないみたいな方もいらっしゃるわけで、まあ、分散してる。で大卒ぐらいになってくると、うん、もちろんめっちゃ稼ぐ人もいるけれども、まあ、多少まあある程度正社員で働いている人の割合がだいぶ増えてくるみたいなことになると思います、うん、はい、でさらにこう資格になってくるとこう分散度合いがこうぐーってこう下がってくるって話だと思うんですよね、うん、で実際に僕も実際弁護士の知り合いの方に聞いたことがあるんですよ。その食べられない弁護士って今いるって言うじゃないですかと、うん、でぶっちゃけやっぱどんぐらいいるんですかと聞いたら、まあ、正直その弁護士の方の周りもしくは後輩知ってる人の中に食えない人は全然いないと。なんならみんな平均年収以上にガンガン稼いでいると、うん、ただ、まあ、聞いたところによるとって話なんですよね。やっぱりその人としてのコミュニケーション力とか、うん、やっぱ組織におけるちゃんと仕事やるとか、うん、社会生活のところができないとやっぱりその雇用してもらえないと。一応筆記試験通ったとか、うん、まあ、一応あの口頭諮問もあるんですけど、うん、弁護士になるためにはね司法試験でなんですけど、そういうものをクリアできたとしても、うん、やっぱりその社会人としてやっていけないと、うん、まあ、当然その雇ってもらえないんで、うん、そうなると自分で何かこう事務所作んなきゃいけない。だけど結局コミュ力とかそういうものもないんで、うん、お客さん取れない、まあ、稼げないことになるみたいなことは、まあ、聞いたことはあります。ただこういう方がどんだけいるかっていうのは、まあ、僕もわからないですけどね。なるほどですね。ではそういったスキルっていう資格ハード面の方をクリアしても、そのコミュニケーション能力だったりもっと広くその社会性というソフト面 の、 そうです、あの磨くところが必要だと思うんですが、どうやったらそういった部分は磨かれるのですかね。これは難しいですよね。だからやっぱり逆にそれこそ普通にまあ サラリーマンっていうとまあ男だけになっちゃいますけど、まあビジネスパーソンとして社会に出ると普通にやるとまあ研修とか受けると思うんですよ、うん、例えば挨拶の時にはこういう風にやるんだとか、まあ、細かい話で言えばなんか名刺の渡し方がどうだとか、例えば電話の出方がどうだとか、例えばこう集合時間にちゃんと間に合うように来なさいねとか、まあ、それをどこまで求めるかでこうブラック企業だとなんか言われる時代ですけど、うん、まあ、最低限ある程度教えてもらえると思うんですよ。ただ結構資格職とかってそういうことを習う期間があんま多くなかったりするんですよね。そうすると実はメールの書き方一つできなかったりとか、挨拶一つできなかったりとか結構あるといえばあるんで、だそういうやっぱりとにかくまず教わる環境に身を置くってことが僕大事なのかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます、まあ、今サラリーマンのお話出ましたけれども、まあ、多くの方が、まあ、専門職というよりも一般企業に就職されて、まあ、サラリーマンになるかと思うんですけれども、うん、小林さんがあの就職を考えている学生の方向けに、まあ、なんかチャレンジするといいようなおすすめの資格だったり学生時代の取り組みだったりもしあれば上限お願いできますか。そうですね、まあ、僕としてはまあこれっていうのはないんですよ、みんなに共通してっていうのは、うん、ただ無理やり出せって言われたら、うん、まあ、ある程度就職活動でプラスになる可能性があるし、まあ、例えば特にお金をすごくかけなくても取り組みやすいって意味で言うなら、まあ、TOEIC 英検なるほど、うん、っていうのはまあ損になりにくいですし、まあ、教材買えば、まあ、それこそ古本でも買えば勉強できますし、うん、試験もお金かかっちゃいますけど、まあ、ね、うん、学生のバイト代ぐらいでも一応まあ払えるぐらいの資格なんでありかなっていうふうには思いますね。ただもちろん例えば本当にじゃあね
何かこう突き詰めていきたいってなった時に海外行って留学するもいいと思いますし、例えば自分でインターンどっか行ってみて本当に社員みたいな働いてみるっていうのも面白いかもしれないですし、やっぱり人それぞれですよね。絶対全員に共通してこれがいいよっていうふうに言うことは僕はできないと思っています。はい、だけど無理やり言えって言われたらやっぱ英語になっちゃいますよね。はい、まあ、そんな感じだと思います。まあ、なのでぜひね皆さんも、まあ、もちろんね資格だけに頼って生きていこうって人は今時ないと思うんですよ。そう、ただ資格に取ったとしても資格を取ったとしてもいろいろなんだよってことをぜひね知っておいていただければ幸いです。はい、ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。